テーマになってる、基本はコメディーの舞台になってます、はい、セリフがない中でそのストーリーを伝えていくその面白さだったり難しさってどういうところ？そうですね、やっぱり面白いなと思うのはどこの国の方でも、どこの世代の方でも分かる、うん、意外とこうセリフがなくても伝わる、なんかチャーリー・ジャプリンの映画とかを見てもセリフがなくてもしっかりとこう伝わってくる、なんかそういうところがすごく面白いなっていうのはあって、でまたこう見ている人によってこう違う捉え方をしてもらえたりっていうのはすごく魅力的だなと思います。今回全国を回られて公演数が最大になるんですか？そうですね、はい。その中でも楽しみにされているのってありますか？全国回られるだけ今回が360度お客さんに囲まれてるセンターステージなんですけど、そこからそれが今まで終わって仙台から国際フォーラムにかけては通常の劇場が建てます。こう対面式に変わるので、そこで多分またガラッと内容というか見せ方が変わるので、それがまだ自分たちがどうなるか分からないので、それちょっと楽しみです、はい、音楽が今回全部オリジナル楽曲なんですよ。今までは既存の曲を使わせていただいてやってたんですけど、今回はこの舞台のためにいろんなクリエイターの方と楽器を歌ってくれる方が作ってくれた曲たちが集まっているので、その曲もなんか見どころとかかっこいい曲がいっぱいあります。シーンに合わせた曲というか、自分たちがこういうのをやりたいからこういう曲をお願いしたいっていうふうに初めて作れたものなので、そこのマッチしてる具合してるかなしてるかな具合をチェックしていただけるとプロデューサーです。はい、そうですね、シットキングスの本当に今までがこうギュッと詰まった、そんな作品になっていると思うので、今までシットキングスを応援してくださった方も、初めてシットキングスの舞台を見に行くよっていう方も、全然こうダンスを知らない方でも楽しんでもらえるような作品になったんじゃないかなと思いますので、皆さん楽しんでいただけるように精一杯頑張ります。ぜひ見に来てください。